はい、どうもゆうたです。寒い。今日は、つくば2000、TC2000 の、また6連星さんの壮行会に来てます。はい、VAB で、TC2000 走るの初めてなんで、何秒出るかね、ちょっとすごい楽しみなんですけど、ま、とりあえず4秒は初めてなんで出したいなっていう。でも、うまくいけば3秒台はちょっと出したいなっていうのはあるんで、ちょっとね、今マイナス4度ぐらいですごい寒いんで、はい、ちょっとね、楽しみです。でね、今日ね、ちょっとね、カメラマンさんがね、いないんで、今日一人で来たんで、はい、ちょっとね、外からの映像が欲しいんですけど、桃美内さんも今日来てるらしいんで、ちょっと撮ってもらっちゃおうかなっていう撮ってくれるかな、はいっていう感じです。で、今日のゼッケンはね、17番です。なんかつくばはね、3枚ボンネットと左右貼るみたいですね。で、ポンダーはいつものお決まりのここに赤、一番ね早いクラスです。一応こんな感じで楽しみ。今ちょっと休憩が終わったんで、あ、休憩じゃねえ、準備が終わったんで休憩してます。コンポタージュで。いや、初めてだから楽しみだな。 SL T37 SL 履いてから、あ、履いてからっていうか、初めてエンドレスつけてから初めて履くんで、めちゃくちゃかっこいい。やばいね。あのね、結構ね、いろんな人にもね、YouTube 見てますって話しかけられて、嬉しいです。ありがとうございます。走り終わってきたんですけど、
まずタイム言います。1分3秒532。いやー、初っ端で3秒で入っては 3.5。 いやー、よかった。これね、あと3本ありますから2秒台入れたいっすね。いやー、いいんじゃない、この条件で 3.5 入るなら。で、アタック3回しかできてなくて、で、まあ最後の最後に一応3秒5出たんですけど、その前3秒9で、そんで、まあ一番早い組なんですけど、ね、全体の今5番目ですね。トップが2秒1。NA1、NSX ですよ。化け物みたいなすごいのがいるんですけど、それが今トップですね。とりあえず2秒台、3秒なんとか切りたいね。そうするとちょっといい感じに夢が見えてきますね。これからのセットアップやらセッティングやらもちょっとね、いい感じになってくんじゃないかなと。最高速はね、173.4 とかだね、トップエンドで。はい、いやー、今ね、制御1つカットしてる状態で、全カットじゃないんですけど、ダンロップ 80R の手前の入り口でケツ流して入りたいんですけど、ケツちょっと出しすぎると制御入っちゃって抑えられちゃうんで、ちょっと次全カットでちょっとオーバー気味で入って 80R こう立ち上がりやすいようにすれば、多分そこで結構タイム変わると思うんで。で、全体的にまだやっぱ初めて1回目走ったんで、ブレーキが全然もっと詰められるんで、ちょっとね、やっぱクーリングをしっかり挟みつつ、もうちょっと詰めたいなっていう感じです。2秒入れるぜ、しゃー。一番早い組のタイム表が一応こんな感じです。はい、で一応最後の最後に3秒5出たんですけど、ピット戻ってきて音感 2.5 あったんで、前後ともこれをもうちょっと今 2.2 まで落としたんで、もうちょっとそこでタイヤのグリップもいけるかなっていうのと、まあまだまだ詰めれると思うんで、ちょっと制御全カットでね。でね、さすがにね、気温が今3度ぐらいで、結構熱入るまでに時間かかるね、タイヤ。はい、こんな冷えてる路面で走るの初めてかもしれないね。はい、ゆたさん来た、はい、おー頑張れと。2ヒート目が終わって3秒190でした。いやー、もうちょっとで一応ベストを全部足していくと一応3秒台切れそうなんで、ただね、もうガソリン半分になっちゃって、VAB 半分以下になると空水しちゃうんで、今満タン入れたんで、それのちょっと重量増しが気になるんで、お昼もステーキ丼食べちゃったんでちょっと頑張りたいと思います。次なんとか2秒台入れて帰りたい。お昼ご飯はステーキ丼。めちゃいい匂い。実はこの車両
ガレージ山郷さんの常連さんのノブちゃんさんの車です。じゃあオーナーさんのノブちゃんさんです。よろしくお願いします。ちょっとまあガレージ山郷さんつながりということで、はい、ちょっと車ちょっと見させてもらってもいいですか。はい、お願いします。S202 ですね。はい。ちょっとじゃあ変わってるところを教えてもらいたいんですけど。そうですね。パッと目につくのはまずブレーキ、ね。ブレーキ。はい。エンドレスのシックスポット。で、リアが4ポット。はい。インチアップのボードが入ってます。370mm。そうです。はい。いや最高っすね。あとはそうですね。足がスピリットの車高調が入ってます。あの山郷さんのところ。あ、そうです。あ、なるほどなるほど。はい、僕が欲しいやつです。で、ホイールも T37SL、はいはい、ですね。はい。はい、あとはあと変わってるところ見えるところで変わってるのもあとシートぐらいですね。あ、シートぐらい。はい。なんかすごい顔の横までこう出てきてる。レーステックというところのメーカーの、はい、レーステック、はい、シートです、ね。ニュージーランドですね。はい、でなんか作られてるやつ。メーカーのニュージーランドですね。ニュージーランド。はい、もうオークション。あ、なるほど。ゲットしました。見た目に惚れて買いましたね。いや、かっこいいですね。かなり全然見えないです、ね、レーシーな。まあ、見た目はそれぐらい。この羽は純正ですか。あ、そうです。はい、202の限定の。あ、限定の羽、カーボンのやつですね。マフラーはどこなんですか。マフラーもこれは202の純正なんですか。あ、これ純正なんですか。ニューミスチタンになってます。チタン、はい、反対側に STI の純正が入ってます。あ、本当だ、はい、すげえ、チタンで純正。そうです、エアピースだけですか。気合入ってますね、やっぱり S は。あ、なんか下に赤いのが。あ、これは純正ですね。スペックシーかな。スペックシーはなんかあれなんですよ、赤いあれが入ってるんですね。で、一応202もスペックシーベースなので。はいはい、はい、なるほど。同じ仕様になってます、まあ、あとは、まあ、背景、そうですね、センターパイプはメンクのフルストレートが。フルストレート、はい、キマニが透明さんの透明盗聴のものですね。なるほど。で、フロントパイプはどこだっけ、フロントパイプはちょっと忘れました。どこかの、はい、なるほどです、ね。ECU はやってるんでしたっけ。いや、やってないです。あ、やってないですね、はい。ただまあ202の ECU 自体がまあちょっと普通の GDB と変わってるんで。ああ、なるほど。ちょっとは早いかなと思うんですけど。中も何もないですね。あ、そうですね。ちょっと今回に向けて全部バラできました。なるほど。チャレンジャープラスの方にお知らせいたします。あとデフ変えてるんですか。はい、そうですね。フロントとリアに ATS のカーボンの、カーボン入ってます。はい、あ、カーボンってやっぱ、いいんですか。カーボンいいですね。街中でも別にバキバキ言うこともないし、サーキット走ってても効かなくなるっていう感覚がないんで。はいはいはい、なるほど。結構長持ちできます。僕もデフ入れたいんで。あ、ぜひちょっとカーボン検討しようかなと、はい。フロントが丸々全部カーボンなんですけど、リアがメタルとカーボンのハイブリッドってやつで、はい、ちょっと安いんで、こっちの方がおすすめかもわかんないですが。へえー、このおじさんのところで、山郷さんのところで。山郷おじさんのところ。そうです。ぜひ。じゃあならこれを入れると。なるほど。はい。っていう感じです。はい。短いですけど、ありがとうございました。ありがとうございます。ご注意をしてThank you.
はあのブーストコントローラーが落っこちてしまってちょっと危険だったので、あのピットインして全然走れませんでした。いや畜生、3回目走ってその後4回目に立つちょっとチャレンジしたい乗り方があったのに、ちょっと4回目はどうするか悩んでます。とりあえずブーコンはこんな感じで仮止めです。最終コーナーで2速ぶち込んじゃったのはやばいな、壊れてないかな。うわー、これで壊れてたら最悪だな。なんかカラカラ言ってんだよな。クラッチかな、カラカラ言ってんの。今んとこは大丈夫そうだけど、うわー、2速ぶち込んでしまった。大丈夫かな。おお、マジで、うわ、すごい。今日はないんで、お家にね、郵送させてもらいますね。デッキのとお名前教えてください。17、はい、すごくないっす。すごいっす。お名前は、はい、じゃあ郵送するね。はい、はい、すごい。じゃあ後日ですけど、すいません、本当に上がっちゃいますね。今日色ついたもんね。おめでとうございます。のぶちゃん号です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたかね、タイムは。タイムは今日はダメダメでした。ダメダメですか。7秒半ですね。7秒半、はい。ベストはいくつぐらいなんですか。ベストが7秒半です。アベレージが7秒8とか。あ、はい、ちょっとね、まあ、まず気持ちで負け、セッティングで負け、はいはい、歌さんにも負け、クラス全員に負けて、あとは過去の自分に負けました、今日は。なるほど。はい、いや本当に。じゃあまた。そう、すごく早いと思うんですけど、僕が全然扱いきれなくて本当に申し訳ないですね。じゃあリベンジですね。リベンジ、はい。また2月にちょっと走ることがあるので、こうご期待ということで、ちょっと修了してまいります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。そういえば、温度類ですけど、油温は110いかないぐらいで、水温も94ぐらいっていう感じ で、ブースト 1.6 ちょいになってますけど、1.7 ちょっと超える時があったんで、ちょっとブーコンでまた落としました、それは。 350.1 っていう感じです。はい、ということで今日は筑波サーキットだったんですけど、桃宮内さんもねちょっと来てて、あの宮ヶ瀬のオフ会ぶりにあったんですけど、どうですか TC38 どのぐらいだったんですかね。どうだったんですかね私は走ってないのであれなんですが、なるほど。結構見ててドキドキしますね。そうですね、はい、タイム的には、まあ、まだまだかなっていう気はしますけど。なるほど。まあ初めてこの車で初めてサーキットだったんで、じゃあこれから久しぶりな感じで来たんですかね。はい。じゃあまあ腕鳴らしな感じで。僕は最終的に 3秒2だったんで、あの最後の日とかベストは3秒1で3秒切りたかったんですけど、ちょっとダメだったんで次リベンジして、でちょっとねミッションの入りが多分ちょっと力んじゃったのかわかんないですけど、気合い入れすぎたのかちょっとミッションなのかわかんないですけど、ちょっと入りにくくて、最後の最後に4入れようと思ったら2に入っちゃって
もうふわってオーバーレブになっちゃって、ちょっと壊れてないか心配なんですけど、とりあえず平気そうなんで、なんとか。本当ゆたさんの走りとかも見てて、あのブレーキがすごいですね。止まるのが見ててコーナーとかの手前、はいはい、見ててやっぱり違うなと思いました。まあエンドレス入れて今回初だったんで、ブレーキの性能を発揮できたかなと。早かったです。はい。はい。てな感じで今回は以上です。お疲れ様でした。バイバーイ。お疲れ様です。